で、この前ちっちゃいこれね、細胞成分が、はい、ごめんなさい、出てていいですよ、出過ぎたらダメなんですけどね、はい、今400倍にしてます。そうするとこれも細胞成分かな、これね、はい、で、あと赤血球とか白血球とかは出てません。これはなんだ、めちゃでかいけどが固まったやつ、細胞が固まったやつかな。だとしたらものすごい固まってるよね。ゴミと細胞が固まったのかもしれないけど、これね、まあこれは完璧にゴミですね。この丸いのはまあ空気だと思います。ちょっと難しい。まあ顕微鏡で見る範囲、そんなに異常なものは出てなさそうに思いますね。これも細胞成分っぽいね。でもたまに出ていいんです、20試合に1個ぐらいは。で今400倍、倍率下げます、100倍にしました、はい、そうするとさっきのでかいのが1個ね、ここで見えて、あのちょっと細胞かなって言ってたのは多分この辺のサイズのものだと思うんですよね。で今度もう1個倍率下げて、あ、今がもう下がってたんだ、これが40倍か。さっきのが、あ、ごめんなさい、さっきの400倍じゃなくて100倍で見てました。だからちっちゃいんだ。そうするとこれを、例えばこいつをね、真ん中に持ってって400倍にするとちょっと視野が狭くなっちゃうんだけど、こんな感じで細胞が見えてくるわけですね。これね、で細胞もさ、死んだ細胞と生きてる細胞とあるんだけど、まあ核がはっきり見えれば生きてるかなと思うけど、まあ核がはっきり見えないから核化細胞、剥がれ落ちた、核がない細胞ね、剥がれ落ちたやつで、これは分かりません。ゴミかもしれないし、細胞が固まったのかもしれませんね、はい、まあ尿検査は正常範囲ですね。次、うんちがあるの、うんちあるの、これ、長田さん